ロート製薬公式 YouTuber の根伏いこころです。弟の音です。第1回神羅万象質問コーナー、イエーイイエーイ。というわけで今回は Twitter でいただいた質問とマシュマロで来ていた質問にバンバン答えていきます。うん、でもさ、ちょっと気になってたんだけどさ、神羅万象ってどういうこと？私たちに関する質問じゃなくても何でも受け付けますよってことだよ。例えば世の中の不思議とか。いや、答えられるいいからもうね。質問もいっぱい来てるからどんどん答えていきましょう。はい、神羅万象質問コーナースタート。5月から新元号になりますので、それを機に新しく始めたいことはありますか？ライブ配信を定期的にやりたいな。おお。ね、いいよね。音もね、やったことないでしょ。確かに、ね、やってみたいかもしれない。一回やってみたいよね、音と、うん、音は？あ、一人で配信またよくない？一回くらいだったらね、ね、いいですけど。新元号になるし、まあいつになるかわかんないけど。そうだね、いつになるかわかんない。まだあと 2、3年ぐらいは。でもやりたいな。どうして根伏いこころは美人で可愛くて、それでいて副業もこなせるスーパーウーマンなのでしょうか？騙されてますよ。いやいやいやでもなんでだろうね、自分でも不思議だよ。なんでこんなにこなしちゃうんだろうね。ポジティブすぎでしょういや、ある意味スーパーウーマンで。ありがとう。なんでお姉さんよりも弟さんの方が優秀なんですか？いや、なんででしょうかね。いいよ、まあ、優秀でしょ。やっぱり姉がこういう感じだからしっかりしなきゃっていうことなんでしょうかね。めっちゃ答えるじゃん。先日ヤッターマンチャンネルと異色のコラボが展開されましたが、次回やるとしたらお二人はどんな企画をやってみたいと思いますか？そうだな。いや、でもあれ楽しかったよね。楽しかった、めっちゃ楽しかった。もう一回ね、コラボしたい。コラボいいよね。コラボいいね。あとはさ、やっぱ二人でさ、こう協力するゲームやりたい。いや、そうなんだよ ね。この間話してたんだけどね。そうそうそう、この間話してたんだよね。二人で協力すること全然やってないねって、うん、音がやりたくないとか言うんだよ。他は？でもやっぱりコラボかな。コラボね。他の人となんか一緒にやるのってやっぱり楽しいし。そうだよね、うん、だって音めっちゃVTuber オタクだもんね。こころちゃんはお休みありますか？ありますよ。そういうとこちゃっかりしてるんで、本当に結構家にいますよ。いやー、 YouTube 見ちゃうよね、やっぱりね。まあ休みの日はね、うん、YouTuber の人とか VTuber さんとかいっぱい見ちゃう、うん、終わり？おとくんのサッカーのポジションは？サイドバックです。お互いの直してほしいところは？声がでかいところです。いや、ちょっと言うの早っ。え？いや、届けたいんだよ、みんなに気持ちを。家でぐらいちょっと静かにしてほしいよ。え、家では静かなつもりなんだけどね。本当に？はい。じゃあ私の音を直してほしいところは？ないでしょ。もうすぐに独り立ちしようとするところ。別にいいじゃん。いや、ダメだよ。それは喜ぶべきところじゃないの、姉として。いや、ダメだよ。まだ未成年だから大人を頼りなさい。え？出た出た。いや、うん、ごめん、なんでもない、なんでもない。あ、頼れるな、姉ちゃん。ちょろ。我々もココロちゃんのことを姉さんと呼んでもいいですか？どうぞどうぞ呼んでください。みんな弟よ、よう弟よ。こんな姉でいいんですか？え、大丈夫だと思うよ。姉さんって呼んでくれてるもんね。姉さんとは呼んでないけど。お姉ちゃんだっけ？ええ、次行く？え、なんでなんで。え、お姉ちゃんって呼んで。ええ、あ、どうぞ。どうしたの？今日どうしたの？違う、お姉ちゃんって一回呼んで欲しかったんだよ。いつも言ってるじゃん、姉ちゃんって。ビルの屋上にあるクレーン車ってどうやって運ぶの？それができるのが現代社会のすごいところです。これ答えなきゃいけないの？すごいところです。え、でもね、実際ね、建物に沿ってこうマストっていうものをつなぎ合わせてクレーンを上に運ぶんだって。機械を乗せるものがあるんです。へえ。で、それをつなぎ合わせてビルの屋上まで持ってくんだって。いや、まあでも確かにね、姉ちゃんの言う通りすごいよね。ねえ、現代社会解決したね。解決した、素晴らしい。よ、よくしてたね。ありがとうございます、スーパーウーマンです。はい、次行きます。本物の愛ってなんだろう。私にはわかるよ。恋は見つめ合うこと、愛は同じ方向を見ること。は？スーパーウーマンです。次行きます。女子のダイエットしなきゃはどこまで本気で言ってるんでしょうか？本気本気、いつでも本気だよ。嘘だよ。嘘なんで嘘って決めつけちゃうの？大体願望でしょ、そういうのって。え、違うよ、ダイエットしなきゃって言ってる子は大体本気、マジ本気。本当に？マジと書いて本気と読む。違う、反対です。本気と書いてマジと読む。嘘でした。ネバッシーのお父さんとお母さんは今何をしていますか？ネバー、ロート製薬
式マスコットのネバシーだよ。公式です。でしゃばるのやめてもらってもいいかな。あの、はい、僕のお父さんとお母さんについてみんなは知りたいみたいなんですけど、僕のお父さんとお母さんはね、いちご農園をしてます。今の間は何ですか？でもね、お父さんとお母さんが作ったいちごを僕の頭で生み出す。あ、嘘、嘘ついた。僕は頭からいちごが生み出せるから、お父さんとお母さんはいちご農園をしています。はい、非公式です。先輩にこの服いくらだと思うと聞かれた時の正解が分かりません。高めに言ってあげた方がいいんでしょうか、低めに言ってあげた方が喜ぶんでしょうか。実はもっと安いんやでって言いたいから高く言ってあげたらいいんちゃうかな。あー、なんかね、でもね、うん、それ関西人だけらしいよ。あ、そうなの？そう、普通は低く言われて、うん、実はもっと高いんだよっていうのがいいらしいよ。そうなんだ、関西じゃない、まあ、どこに行った際はそう言った方がいいのかもしれないね。個人的にはね、俺も姉ちゃんが言った方がいいけどね、うん、地方によってね、いろいろあるみたいなんで臨機応変に使っていってください。お、解決してないぞ。解決！新社会人です。会社で可愛がられるにはどうしたらいいですか？これはね、素直であることが一番です。いや、もうこれは本当にもう素直に対応してたら先輩可愛がってくれると思う。変に理屈とか並べちゃダメだよっていうことね。いいこと言う。社会人ですから。そもそも神羅万象って何ですか？ほら来た。いや、何でもってことですよ。森とか、まあ、羅とか、そういう万象ですよね。いや、何も解決してないじゃん。いや、森はわかるけど、羅って何？羅って羅だよ。セキララの羅でしょ。セキララに語るっていう、その羅ではないです。心ちゃんの魅力を5つ聞かせて。おお。はい、音言って。あ、じゃあ姉ちゃんからどうぞ。から言って、自分じゃわからない魅力っていうのがほら、いくつもあるじゃないですか。なんだろうな。え、ポン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 って出ない？声が大きくて、あ、あの、元気がある。え、ちょっと待って、声大きいは含んでる？え、含んでる？含んでないよ。あ、含める。ダメダメダメ。え、本当にそれが私の魅力？もういいでしょ。あるでしょ。やだよ、こんなところで言うの恥ずかしい。素直とか、弟には優しいとか。あ、でもあれだね、仕事はちゃんとしてる。ほんと、やるときはやる。スーパーウーマン。心ちゃんのファンの名称を教えてもらえますか？じゃあネバシャイ。ネバシャイ？ネバシャイ。みんな社員になる。いや、でも社員はない。ネバミン。ネバセイの民。あ、ネバセイの民だからネバミン。いいんじゃない、わかりやすいよ。でもみんなどうですか、反応いただけると嬉しいな。一目見た時からずっと気になっていました。今しか言うタイミングがないと思うので言います。ずっと好きでした。ネバシーさん、早くロート製薬公式マスコットになってください。いや、私やないんかい。まさかのですよ。何、ネバシー、姉ちゃんちょっと自分だと思ったでしょ。わ、私だと思ったよ。え、読んだ時、え？と思って、え、私？ありがとうと思った。ネバッシーかよ。じゃあネバッシーから一言いただきましょうか。ありがとう、僕もみんなのこと大好きだよ。これからも応援よろしくね。ネバッシー、まだ出てくんの？出しますよ。コメントが来てるっていうことはもう大変な人気が終わりなようで。最初はさ、俺が取って代わられるんじゃないかと思ったけどさ、姉ちゃんも危なくない？やめろ。これ姉ちゃんより人気出ちゃうんじゃないの？いや、私は危なくないよ。私は危なくないけど、音が危ないってことになりますね。いや、俺は別に危なくない。私とネバシーのチャンネルになるかもしれないよ。そしたらいざとなったら一人でやるよ。それはダメ。ふふ。というわけで、たくさんの質問ありがとうございました。ありがとうございました。ね、全然まだいっぱい質問来てるもの全部答えられなくて。そうだね。申し訳ないんだけど、え、でも本当嬉しいから、みんなありがとう。ありがとうございます。やっぱりね、視聴者のみんなとこうやってコミュニケーション取れるのはやっぱ楽しいよね。そうだね、もっとやっていきたいな、こういうの。いや、本当にたくさんいただいたね。うん、ありがとう、本当に。まあちょっと答えられたか微妙なところもあったけど。クレーン車のやつが一番まともに答えられた気がする。確かに、一番答えが出たかもしれない。ね、まあ大丈夫でしょう。大丈夫でしょう。皆さん、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばと思った人はこちら、 Twitter を見ねばと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言い過ぎと思った人はグッドボタンをよろしくお願いします。